お菊塚は、神奈川県平塚市にある会談、番長皿屋敷の主人公として、有名なお菊の墓と伝えられるものである。お菊塚平塚市、紅谷町公園内吉川朝衣が菊く女市内に、伝わる伝承によるとお菊は、平塚宿宿,宿役人、真壁べ右衛門の娘で、江戸の旗本、青山修善の屋敷へ、行儀見習い暴行に出ていた。ある日修善の屋敷内で、お菊は、 主人愛岩の南京絵皿10枚組のうち1枚をなくしてしまった。そのため主人の怒りを買い、お菊は屋敷内の井戸に投げ込まれて殺されてしまった。お菊の遺体は引き上げられ、罪人の霊に倣って長持ちに詰められて、江戸から平塚塾まで送り返されてきた。馬乳の私で娘の遺体と対面した真壁玄衛門は、 物言わぬ晴れ着姿やすみれ草徳を読んで悲しんだという、親切によるとお菊は皿をなくしてはいない。方向先で言い寄ってきた家来を突っぱねたので、この男に皿を隠されたという、無実の罪で責めを受け悲しい最期を迎えたことになる。その後、青山修善の屋敷のお菊が投げ込まれた井戸には恨みを抱いたお菊の霊魂が止まり、幽霊となって夜な夜な井戸より現れたという噂が、 モチーフとなって、階段番長皿屋敷が生まれた。お菊の以外は、平塚宿内のマカベケ先祖代々の墓地に、葬られたが、これも罪人の例に習って、墓石は混流されず代わりに、先段の木が植えられたという。その後、昭和27年の区画整理事業に伴って、マカベケ墓地は、平塚市にて旧尺の深さに、全面すべて手彫りで作業され、遺骨は、 それぞれ丁寧に集められ、平塚所有の墓地用地と交換された、真壁家先属の墓地に移転された。手彫りされた時、多くの物見高い人々が見守る中、言い伝え通り先段の木の下三尺から大きくの、意外は座り姿で現れたのであった。なお、昭和42年から、真壁家の菩提寺が公園寺から晴れ雲寺に変更になったが、お菊さんの墓地は、 マカベケ属所有の墓地であるので光園寺や、晴れ雲寺の霊園内ではない。なお旧真壁家墓地跡は整理されて、平塚駅西口近くのベニア町公園の一部になっており、ここに移転時、平塚市が立派なお菊塚を建立してくれた。横浜東京方面からも時折お参りに来る人がいる。このお菊塚は、現在も東海道本線平塚駅近くの ベニヤ城公園の片隅に存在している。また移転後の晴れ雲亭らとなりで、光園寺北川道路の2列目奥にある3段の、階段付き真壁家墓所には、出室区更新入と、海名が刻まれた大きくの墓石が現存し、その向かいに墓標がある。ありがとうございます。